ちらソファーカバーを購入したので、緑色のこのカバーの色を変えていきたいと思います。あのね、部屋をね結構ピンクくしたんですよ。こちらですね、窓なんですけど、ピンクのねカーテン、くすみピンクのカーテンに変えまして、そうしたらなんか緑ちょっと合わないなって思ったんですよ。なので今回ですね、こちらリメイクしていきたいと思います。イエーイじゃん、こちら Amazon で購入しました。こちらがですね、ソファーカバーの、見てください、今回はね白にしました。白色、結構ね白い。あとね、問題はサイズなんですよ。前回サイズを間違えて、じゃん、見てください、こんな感じになっちゃって、開けてしまったので返品したんですけど、半分のお金しか返ってこなかったんです。なんで今回は絶対にサイズを間違えたくないなと思ってるんですけど、どうかなと思います。そして一つカバー買いたいと思ったので、スリーコインズでですね、ピンクのカバーを買ってきました。ソファーカバーかな、買ってきました。ということで早速やっていきたいと思います。お部屋リメイクいや、サイズがね本当に怖いんですよ。サイズが汚さないかめっちゃ心配だよね。まあ洗える感じはするけど、あ、そうそう、こういう感じのものが入っていて、どうやってやんだこれ。ねえねえ待って、見て、開けたばっかりなのにシミがついてるまあいっか、こんぐらいシミがついてるぐらいの方が、こう絶対私すぐシミとかつけるんで、いっか、いいや。ということで大きさなんですよね、問題は。てかこれ難しいんだよね、どうやってやるのこれ。前回も超絶難しかった。え、よいしょ、あ、こんな感じ。あ、サイズ的にはいいんじゃないか。どうなの？あ、お、ん？見て見て、白くなったよ一旦は。え、ちょっと大きい？え、ちょっと待って、わからない、どういう風になるの？え、なんで下そんな絞られるの？え、ちょっと待って、わかんないぞ。でもここだよね、端っこがここで、え、こっちの端っこが、え、絶対違う。え、なになに、どう、え、ちょっと難しいよ。あ、ここだ。あ、ちょっと大きかったのかな今度は。前回めっちゃちっちゃかったんですよ。ん？こういうこと？え、めちゃくちゃ大きくない？ねえねえ、大きいよどうしよう。え？ねえ、もうやだ、私ソファカバー買うの本当にセンスないんだな。しかもちゃんとさ、サイズとか測って買ってんのにさ、なんで間違えちゃうの？ちなみに3人掛けを買ったんですよ。で、前回2人掛けを買って失敗したの。だからいいのかな、やっぱり。それね、これをね、こことかに挟むみたいな。え、こんな出てていいの？絶対違うか。あれ？まあいっか、こうやってさ、てかこれいらなくない、これいらなくない、これいらないです。まあいいや、見えないように後ろにこうやってしまって、でちょっと、え、ちょっと大きいなやっぱり。なんかさ、もう本当に最悪、もなんかやる気なくなったあー、やる気なくなった。なんなのこのソファーのサイズは。2人掛けを買っ
手も間違える。え？でもなんかいいかも。ちょっとだるみたいな。ちょっとだるみたいな感じでいいかもしんない。だるそうなソファーになりました。ここが嫌だな、なんか。あ、でもどう？ちょっといい？だるそうなソファーなんですけど、まあいっか。この絵見てください。こんなピーンとしてます。こちらご覧ください。だるみたいな。だるそう。すっごいだるそうじゃない？だってさ、下とかちょっと見て。ほら見て、このたるみ。何これ。もう、もっと履かせるってこと？例えば、わかんないけど。傷ついちゃう。まあでも、まあいっか、これ許容範囲かな。もうなんかほんと最悪。なんかもうテンション下がる。だってこれ別に安くないし。高くもないけど安くない。もうやだ、もう。あーやだ。タルンタルンなんですけど。タルンタルン。ちょっとお母さん助けて。もうやだよ。どうしよう。まあいいや、一旦これでいいとして、このカバーを外してですね、この3COINS で買ったね、カバーがすごい可愛いんですよ。女の子っぽくて。なんか最初間違えちゃったやつは日向のお家と同じやつだったんだよね。でもまあ間違えちゃったんで、あーかわいい。こうしたいのよ、白いカバーして。わかる、私がやりたい気持ち。でも見て、この、もうやだ、どうしよう。でももうしょうがないや、これで。どうですか、ちょっと結んでみた。横なしではないよね、こんな感じ。あ、いいじゃん、いいか、これも可愛いね。あー、まあね、下がねちょっとカオスな状態になってるんですが、まあでもいいとしようかな。白のソファーが欲しかったので、まあいいとすることにします。ということで、皆さんはサイズ選び本当に大変なので気をつけてください。ということで、ひよりんごのお部屋リメイクでした。失敗に終わった。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。疲れた。全身運動だから疲れたんですけど、でもさ、なんかやっぱりさ、これちょっと、もう買い直しかな、これ。買い直しかな。もうさ、ニトリで買うのが一番いいのかな。このソファーニトリだし、このソファーに合うソファーカバーってありますかって聞けばさ、絶対じゃん。ネットが難しいんだよね、きっと。
あ、ニトリで買うか。もう最悪。